精進料理の元となっている五味五色五法を用いながら料理を作っております。五味とは、塩味、苦味、酸味、甘味、辛味です。五法とは生の、旬の食材ですね。煮る、焼く、揚げる、蒸す。五色は青、赤、黄色、白、黒を用いて色よく仕上げることです。いらっしゃいませ。精進料理はもともと仏教から始まったもので、摂取をしない食事、修行の一環として食事をすることを目的としております。なので主に野菜、海藻、穀物を使った料理のことを指します。いろんな調味料を使って工夫して作られてきている料理です。食材はマーケットにまず行って自分の目で旬のものを見て、季節のものと日本の文化を合わせて野菜も選んでいます。お野菜はその時期に旬のものがあれば、割合はだいたい半分半分の割合で、日本のもの、こちらは現地のお野菜というものを使わせていただいております。現在現地で使用させていただいているお野菜はニュージャージーにある契約農家さんから旬のものをいただいております。ニュージャージーの農家さんが韓国系アメリカ人ということもあって、アジアの野菜の水分量をすごい日本人と同じ感覚でこう食材の水分量をお話しできるので、すごい日本にあるような、夏野菜、冬野菜など、似たものが現地でも手に入るようになっているので、そちらを、現地のものとしては主に使わせていただいております。あとはもうその時期にしかないものでどうしても使いたいっていうものは、まあ、日本から送っていただいたりっていう形。果実には3年ほど前に実際に食事に来る機会があって、カウンターでお食事をさせていただいて、日本よりも日本らしいと感じまして、そこで、料理もちろんのこと、こういったいろいろな日本の文化を発信しているところにすごい魅力を感じて、こちらで働きたいと思うようになりました。2年半前ですね。生麩とは精進料理には欠かせない食材で、昔から取り入れられているものです。小麦のタンパク質
から作られる加工食品で、小麦粉に含まれるでんぷん質を水で洗い流し、残ったものをグルテンですね、それに、もち米などを混ぜて、蒸したり、ボイルしたり、代表的な料理法の、ごま豆腐を用いて、従来のごま豆腐に季節の野菜を合わせて果実、新しい、名物として果実の野菜のごま豆腐を作っております。ごま豆腐の、原材料で用いられる、葛ですが、果実で使用しているのは、奈良の吉野本葛を使用しております。葛を使用することによって、片栗粉と違ってより滑らかで、滑らかな、食感が得られます。ごま豆腐は毎日、水温や、昆布だし、ごまペーストの状態によって常に変わるため、毎日試行錯誤しながら今もいいものを目指して作っております。ちょっとその完成っていうのはない、言っちゃうとちょっと、水なすの浅漬けです。茶会席に沿って、ご飯、赤だし、向こう漬けという形で提供させていただいております。向こう漬けが、万願寺、唐辛子、焼きびたしです。赤だしが、唐辛、溶き辛子ですね。ご飯が、トマト、炊き込みご飯、ドライ醤油と刻み大葉をあしらっております。なんで1回ニューヨークに滞在中に食べに来て、でここでお食事をさせていただいて、オーナーが日本の京都、食事後、京都、日本に一度帰国し、京都にある、老舗の風花という生風、こちら口取りですね、南京の焼きごま豆腐のもなか、京都にある、生麩屋さんの、7代目の現オーナーの小堀周一郎さんの元に赴き、その風化で、生麩作りを学びながら、その間に京都の日本食レストラン、茶会席を学び、その後に、ニューヨークに果実へ来ました。続きまして八寸ですね、季節の盛り合わせです。それがどれだけの、歴史があるか、日本料理にどれだけのものを影響させたかっていうものを学べたっていうのはとても大きかったです。本場のものを学べたっていうのはすごい大きかったですね。こちら、揚げ物です。トウモロコシのコロッケ、下に精進のウスターソースを敷いております。たたききゅうり、ニュージャージーの農家さんにいただいているローカルのきゅうりと日本の品種のきゅうり、浅漬け、かぶ、日本産のかぶを焼いたもの、トマト風、生海苔のソースにチャイブとムラメをあしらってます。炊き合わせ、新玉ねぎ、お食事です。夏野菜の混ぜそばです。手打ちの、平打ちにしたそばを使用しております。上に、夏野菜、トマト、ズッキーニ、パプリカ、万願寺唐辛子、赤じそ、生姜のソース、
そしてデザートをですね、水羊羹です、北海道産の大納言の小豆を使って作っております。こちら生麩田楽、かぼちゃ麩の上には、赤味噌の田楽、よもぎ麩の上には、白味噌の田楽、こちら京都かぎ膳さんにいただいておりますお東ですね、今からお抹茶ご用意しますので、こちら召し上がってお待ちください。の良さだったり豊かさっていうものを外国の方が知るっていうこともがすごい海外でやってる、すごい日本食としてやっている意味があるかなと思うので。